Okay, new episode unlocked. Okay. Other side mission, I guess. Battle of the Ancestors. Okay, Mother's Aim. هذه توقع هاشيراما versus Mother, I guess. إذا ما خاب ظني. Okay, destroy Madara. Okay. Have at it! どういうことだ。やつが江戸天皇を作ったおかげで、神数千獣、頂上剣術。 فلت الكلب فلت والله جاء والله جاء بس السنة جاء Holy shit! わらびフォース。 先に立っている存在だ。お前じゃあ、テイケット。先頭、お前はこれを神数千獣、頂上剣術。シークレットフィニッシュ、ケース。今の世をこれ以上乱すことは許さん。じゃあな、マダラ。さすがはマダラ。 この程度では終わる気がせぬ。ナイス。やはりこうでないとな。お前との戦いは、しかもどちらも江戸天聖、半永久的に楽しむことができる。 こうして俺と戦うことがお前の狙いではないことは分かっている。お前の真の狙いは何だ。そうだな、少し昔話をしてやろう。柱間、お前は真珠というものを知っているか。真珠。まだ人がチャクラというその概念すら持たず、絶え間なく争い続けていた遥か 神樹はそんな争いに関わることなく、ずっと人々から神樹として崇められていた。ある日、千年に一度なるという実が神樹に宿った。その実には決して手をつけてはならないという伝承があったが、争いに勝つためそれを口にした姫がいた。名は大筒木かぐや。 それが最初にチャクラを持った人だった。そして、かぐやの赤子は生まれながらにしてチャクラをその身に宿していた。赤子の名は大筒木羽衣。チャクラの教えを説き、忍衆を始めた忍びの祖、陸道仙人と呼ばれた男だ。 争いを止めるために禁断の実に手をつけた人が
その後どうなってしまったか説明がいるか。その身に人が手をつけた時より人は呪われ、より憎しみ合うことを決定づけられたのだ。忍びそのものがその愚かさを象徴する存在だとは思わないか。それならばいっそ大幻術によってやり直した世界へ移り住んだ方がよくはないか。それがお前の言っていた先の夢だったのか。ああ、だがほんの少し違う。どういうことだ。すべてをここで話すのは野暮というものだ。ここで言えることは一つ、それをなすのはオビトでも他の何者でもない、この俺だ。なぜだ、なぜそうなってしまったのだ。お前は己の道だ。たとえ誰であろうと指図される義理はない。この際はっきり言っておいてやろう。お前と未来を語り合う夢の時間はすでに終わった。今はそう、このひとときを楽しもう。End of this chapter. Okay, B ranked. Okay, nice. Gold Ninja Blade.